どうも、よろしくお願いします。今回なんですけども、はい、今話題となっています、はい、レイジーハウス、何でしたっけ。来ました。本当にすいません。もう俺めちゃくちゃ心広いよ、正直。殴られても怒られても、盗撮も全部許す。殴っていい？お前によ、一回した自由で返すわ。あとやめろ、分かれてる。唾溜まってたからね。唾がってねえから、おじいちゃんがここに白くなるやつ。ということで、はい、まあ、このお店紹介だけ最後にしましょうか、はい。ここのお店なんですけど、はい、世界一して客の態度が悪い店と言われているお店なんですけど、ザ・レイジーハウスでございます。レイジーハウスさんに入ってました。気になったっすよ。気になったやな。だって どんだけ悪いんやろと思って。いや、なんか殴ってまいそうやねん。俺やんちゃしてたな。お前な、やっきやったもんね。大丈夫か、抑えとく。うん、なんか店員に態度悪いことしたら普通にボワーって殴ってまいへんかなと思って。今は、今日は昔のヤンキーを抑えます。頼む。じゃあお前を止める。なに、お前抑えるの。任せる。もうボコボコにしちゃう。覚えてるな、昔の俺。やばかった、やばかったやばかったから。あの、言ったら武勇伝。武勇伝言うね、武勇伝。こいつ、あれ、あの、バイクで投稿して、あ、殴っていこう。お前やめろ。お前やめろ。ダメよ。お前やろ。しっかり止めろ。あーってなるマジで。結構マジで悪さしてたから。ほんまの悪さ。だから、とりあえず昔の俺は抑えつつ、まあイライラしたらボーンを殴るわ。昔のお前、あれ出すなよ。中学生の頃と。あかんの。あれ出すあかんの。おしゃれ出てきそうや。当たり前や。学校の電気パンで叩いて回ってたやつやめろ。ほんま、それほんま、それガチ。二人ともガチやんちゃしてたから。で、俺が暴れそうなの止めろ。止める練習しとく。あ、だめ。じゃあ店長は店長を見たけど、まあこれぐらいのタッパは。正直びっくりした。正直めちゃくちゃクマかと思ったな。正直高すぎて身長。通常通りの接客となっております。ご案内いたします。これ、マジでヤンキーでチューしてるよ。頼むよ。席はあっちですか。前さ、席は一番下やろ。うざいから一番下やろ。あんま俺が出ると遅いやろ。頼む。あの、甘うざない、甘髪の毛レインボーの甘。女の子で甘うざい、あの、でかいやつ、でかいだけよ。お待たせしました。お待たせすぎ。お前ら、駅に乗れるの、ならください。広いか、大丈夫、もうちゃんとしよう。うるさい、早く行けよ、邪魔。外じゃねえのカメラでさ、ライトつけてんじゃねえ、バカだよ。友達が一人もいないお前らのために料理したバンゴーと生ハムのカプレーゼ、お前らの。切られへんやろ、もうなんか。てか、うまっ。あいつ、これやり慣れてんな。あいつ、メモしたとき、これやり慣れてんな、あいつ完全に。もっとバチバチでいくなんて。店員に言われた。言って噛みつかない。注文いい。注文いいですか。注文いい。注文だけ、そうです。注文。注文は注文、すみません。注文いいですか。これ、ビビーよ。そうです。あれ、マジで。みんな言ってるやん。言ってるやん。これいいね。ああ、注文。注文。注文は、友達が一人もいない。お前らのために用意した。ちょっと。ああ、一番。お前なんかさ、いろんな雑魚をさ、組み合わせたような顔してるな。言ってまいそう。
もう抑えろヤンキー抑えろ。7番で、まあ、遅いとさ YouTuber でこれ曲あれだろ、著作権がなんか引っかかっちゃうから大音量にしてやるぞそれだけはほんまにやめてほしい。ちょっと暴れてね。いや結構暴れてもっともっと肘とか最高です。早く行けよめっちゃ分かってるよ。なんかこうでじゃん、いつもこうでやったの。料理はうまそうやん。他決めたやつは、はい割れへんな、大丈夫。10番めちゃくちゃ強気な女好きやん、これ知ってる。お前が嫌い全然聞こえてる。前10分俺らが料理とフードを提供してから10分だ。それ以内に帰る。なんで？それはなんでなの？それゆっくり食べさせてあげたい。俺たち分かりやすく客に差別するから、頼むやつはいていいけど頼まないやつはすぐ帰れ。買い落としてこい。なんで？なんでそれ？もっと奥に行ったんだ。すいません。マジで女やけど何とも言ってんの。女や手出しもんか。俺昔の俺やったら手出してたの。まあ料理はお前で実際ちょっと食べてみる。お前忘れな。一回ちょっと。いや、すごい。うまっ。お前テレビから40万円だけど、これ。うまっ。お姉ちゃんいいですか。ぶっつんね。あ、呼んでます。これピザだけ5分か。5分じゃなくて大丈夫やね。5分じゃなくて大丈夫やな。お前さ、どうせ暇がりするからさ、パソコン持ってて。え、嘘やん。嘘やん、テンションこうやって風邪タイプ授業中、次の授業始まるまでが長い長いな思ってる。大人数じゃないと無理です。分かってる。あ、大人数じゃないと言われてない。タッパーあるだけ、タッパーあるだけ、タケ。俺から見ためちゃめちゃ美味しいです。ありがとうございます。足出すな。お前その出してる足に俺が引っかかって俺が骨折したらどうする。責任取れんの。取れないです。違う。はい。じゃあ足しまくさんときは。それは足しまわんかったのが悪いんだよ。ほら普通にお前が悪いんだよ。イライラしてる。まだだから今日何なの。殴りに行くの。あ、代表して。違います、また殴りに行けなさそうな見た目してるから。お願いします。ニコニコすんなって。奥やん。そこ。すんません。お前あんた6年生が修学旅行に行ってる時だけ行ってる5年生みたいな。長くて重い。ちょっと慣れるの。みんな代弁して殴りに行かなかった。口で行くか。マジで。お前、目とけんな。殴らんと思ってるの。殴りに行きそうな顔してるよ。お前もさっき言ってた5年生な。俺めっちゃヤンキーみたいな顔してるよ。ちょっとイカつきやんな。え、ないけど。何美味しく食べてんのに。やめて。食べてるやん。ブルーベリー食べられへんねん。ほんとだ、気持ち悪い。ダサ。なんだ、ブルーベリー食べられへんだけやのに。なんでこんなの。起こすとか言ってなかったっけ。言ってないわ。起こすとりあえず帰って起こしてくれ。起こすよ。
イライラしてるやつおる、みんなイライラしてる手あげて、イライラしてる手あげて、多かった殴りに行くわ。誰もイライラしてる。みんなが手上がってたら待ってるよ。みんなが手、行こうかな。それトイレ貸してもらっていいですか。全員に近い。トイレすること俺近い。まず前家でションベンするとき、まあ、立ってするからどうせ。どう見ても。せえへん。なじゃあ座ってする？座ってするよ。絶対に。絶対に。じゃあそれ使って。私は先生。私はデイジーハウス様のトイレで。デイジーハウス様のトイレで座って用を足す。座って用を足すことを。ことを。誓います。誓います。そしてそして掃除をして出てくることを誓います。掃除をして出てくることを誓います。誓います。はい、先生、最初から言って。先生、レイジーハウスのトイレで座ってよう…レイジーハウス様、レイジーハウス様で座ってよう立つことを誓います。そして掃除して出てくることを誓います。いいでしょうか。殴ってくるわ。トーノやつしい。あ、こっちか。あ、中居さん。ほんまにうまいらしい。うん、めっちゃうまい。いや、いや。うまっ。やばくない？めちゃくちゃうまい。すいません、ちょっとですよ。11番とお元気先生1つください。多分通ってへんね。思ってたよ。あ、どんな感じだったの？まあ、掃除したこの店、殺すアリーな。この店、殺すアリー。何だろう。誰？あ、女王様気取り飲んだ。5分以内になるじゃん。5分ね。5分なら出てきて。お前どかして。はい。邪魔すぎるだった。お前どけ。ちょっと。おかしいおかしい。おかしい。いくら別れたそうそれおかしい。それおかしい。どけよ。いっと。ちょっとおかしい。なんでチェイより強い。お前らさ、カメラがさ回ってる時にさ、後ろの背景全員カメラ回してたきねえだろ。生きてて楽しいかな。俺も言う、お前死ねよ。なんで意地のこと取ったし。トーノバイバイ。他の店はこんなんじゃないからね。全部こうやと思ったらあかんやろ。あのさ、食器片付けといてほしいから食器片付けてて。手ちょっとお前片付けて。お前ちょっと怖い。え、なんで？女の子怖い。あ、怖い。お前はカメラに映らずに人知れず片付けとけ。緊急事態で今日の客陰キャしかいない。誕生日のサプライズのケーキ持ってくみたいな話だったよね。あれ持って行ってもあーみたいな感じになると思う。あーなるほど。行きやすぎて顔面ケーキとかしちゃった方がいいんじゃないかなと思う。あーありです。めっちゃあるです。全然いいです。もうぐちゃぐちゃってぐちゃぐちゃです。お店側がいいならもうぐちゃぐちゃって。あ、僕らは全然大丈夫です。あ、もうやっちゃってください。1月17日コウ君の誕生日で、でそのちょっとお祝いも兼ねてここでちょっとサプライズさせてもらおうかなと思って、ちょっと相談していました。陰キャすぎる。あいつ多分あいつらね、家から出たことないと思う。今日久しぶりに出たんだと思う。いいっすか、やってはい、お願いします。わかりました、はい、お前ゴミ。めっちゃ重い。
なんか美味しいの。お前四軍のエース。四軍。ちょっと女神に当たり強いです。ニューバランスの無駄遣い。大喜利みたいになってる。お前大阪だっけ？大阪です。OK。何がお前？バンブルな。はい。家帰ったらめっちゃエロいエッチしそうな。どっち？大阪？大阪？あ、行ってみろ。あの奥の女二人。おばんちゅう詐欺好きは大体やります。おい、女の子も面白いぞ。お前ら、あの2人、1人ずつな。ああ、どっち行くよ。分かりました。どっち行くよ。いや、俺奥行くわ。お前、奥行くわ。行くわ。3年間絶対図書委員やったやろ。イーブンだな。なんで辛口なの。お前は特徴ない。お前49対51。よっしゃよっしゃ嬉しい。負けた。嬉しい。みんなごめんね、さっき。ごめんなさいね。ごめんね。ごめんね。すいません。3年間図書委員はほんまに思ってんねん。ごめんね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 。思ってないから。ほんまに思ってんねん、それは。絶対そうやったな。いや、わかる、顔見たら。あ、すいません。デザートください。デザート？何万か言えよ。デザートするって。なんかさ、それさ、楽しくもらえることも思ってたの。わかりました。いや、お前らだ。大丈夫ですか？全員が立たすんだよ。お前のコート行ってさ、誰か助けないの。いや、片付けます。すみません。お姉さんが全て当てたと思う。お前さ、学校だったらうちらこれから調子乗んだよ。みんな俺らが当てるから自信持ってる。ジモティ。はい。あ、いいんですか。お前誕生日。誕生日。1月17日。1月17日です。今日特別に、はい、俺たちが誕生日ソング歌ってる。やったー。え、そんなんあんの。まあでもお前の誕生日と、はい、俺たち全く関係ねえから、はい、全く関係ない客も連れてきたから。お前らも怖い。一緒に来い。手叩いて歌え。メッセージ、これメッセージ。ファックとか書いておりますメッセージ。ほんまに読まなくて大丈夫。お前ら一緒に手叩ける。うん、はい、叩いて。はい、ありがとうございます。すいません、皆さん。すいません。すいませんでした、本当に。すいませんでしたって言ったよな。はい、すいません。じゃあお前、はい、頭下げて。はい。さっきお前ぶっ飛ばすとか言ってたな、俺らに。すいません。イライラするとも言ってたよな。はい、すいません。本当に僕が悪かったです。え、これ自分で食らいに行くんですか。そうだよ。あんまこれは見たことないんですよ。チョコレート美味しそうだから俺食べよう。それは目に刺さりそうで正直怖かったんでよかった。あ、なるほど、自分で行くんや。へぇ、オッケー。行く。すいません。はい、ほんまに、すいませんでした。ありがとう。このご時世で食べ物をうまくするのは遠慮するかなと思ったから、うん、お前自分でやらした。最高だ。最高すぎる。おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。でもどうなるんだろう。いや、うちの世代に勉強しまくってるから。これ以上勉強するのやりやすい。何？ほんまに？中学行きたいんですよ。お前、長田も言うっけ。お騒がしてて、ごめんね。お騒がしてて、ごめんね。ありがとう。はい。
いということだったんで、今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。美味しいケーキも美味しくいただきました。本当ですか？ありがとうございます。とりあえず行きましょうか。いいですか？はい。ありがとうございます。あの店出てるって聞いたんですけど。出ましたよね。終わってませんね、そのコンセプト。そうですよね。ありがとうございます。ちょっと時間ももったいないんで、はい、あの喋りながらで。あ、わかりました。なんか今日なんかめっちゃ思ってたよりすごくってコンセプトが、はいはい、徹底されてるなと思いました。はいはいはい。これでまたなんかもっとお客さん増えたらいいなと思いましたはい、ちゃんとおっぱや今日はね、はい、でも奇跡が起こって、はい、このズボンの被り方そうですよねすごいハートとミッキーまで一緒に寝てたみたいなもんやった今日はですね、撮影フルークさせていただいたんですけども、はい、ザ・レイジーハウスという、はい、あの総一接客態度、まあ、多分世界一だと思うんですけども、接客態度の悪い店というところで撮影させてもらいました、はい、めちゃくちゃ面白かっためっちゃ面白かった、刺激が足りへん人とかデートにあーめっちゃいいと思う、確かに、すごい言葉が飛び散るんでちゃんと人見て言ってますまあ一応人を選んでるという、はいなんでしかも料理はめちゃくちゃうまい。ほんまやめっちゃ美味しい。間違いなかったです。美味しかったです。ありがとうございます。概要欄ポイントに全部住所とか入ってますので、はい、皆さん来てください。はい、ぜひお願いします。大阪からもね、お迎え入れてもらう。無理です。あ、無理です。はい、それは絶対無理なんで。2時間半かかるってことです。大阪からは。それでは皆さん、はい、ぜひ入ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。